はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです、よろしくお願いします。いやー、1週間ぶりぐらいのドラゴンクエストタクトの動画かもしんないけど、気のせいかもしんない。昨日からこのドラゴンクエストタクトの世界にはハロウィンが来ております。はい、ハロウィンが来てるということは、そうです、ハロウィンキャラがやってきております。はい、ハロウィンキャラは誰なのか、はい、こちらをご覧ください。ポン、マーニャです。はい、マーニャちゃんだね。なんかなんだろう、これね、中華風というか中国風というか、うん、いう風に見えますけど、そういったコスプレしているマーニャちゃんなんだね。うん、うちのゴンゾーちゃんが足音だったな。まあいいや、そのマーニャちゃんが当たるガチャがスカウトスタンプの7個か、スカウトスタンプ付きのやつで実装されてるというところで、まあ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 、7回目、最後まで引けばピックアップ確定ですよというところなんですけど、まあこのマーニャ、何かというと、そうなんですよ、指揮者の神殿用のキャラなので、まあ1体確保しておけばいいかなとは思ってる。どうなの、実際のところ評価高い、聞きたいんですけど、はい、今日はね、そんなマーニャちゃんを狙ってガチャを引いていきたいと思います。それではテイクオーよ。はい、ということで、じゃあ早速ですが、これを引くんだけど、その前にチケットが11枚あるんで、これ引いちゃおうかますね。うん、チケット11枚、いや違うな、あ、交換所があるから、残念なことに9枚交換すれば、うん、20連引けるってことか。あ、当たっちゃいそうだね、ごめんね、これで当たっちゃったら。うん、じゃあ行きます。はい、チケットで10連、まず10連目、大事よ、ここで当てんの、ここで当てんのめちゃくちゃ大事だと思います。はい、ベス、お、いいね、スタートいいぞ、ほい、あれダメか、あ、ちゃいちゃいちゃい、3枚、やばい、え、いいの、そんなにくれるの、君モナンちゃん、いいのかい、わしにくれるのかい、そんなものを。嘘でしょ、ま、え、ちょっと、どうした、あの、どうした、どうしたんだい、何かあった、だってさ、この間の大魔王の時からおかしくない、なんか引き、いいのこれ、怒られない、俺大丈夫、みんなに、みんな怒んないでね、俺これ癒着してないからね、運営さんとね、無関係です。はい、あと2枚あるもんな、出そうだな、これ、え、出たらごめんね、これで3人で2と、3人で2凸か、2凸したらごめんね、うん、これ出たらやばいよ。あ、ダイヤモンドスライムだ、3凸目。昔はね、なんか人権だったらしいよ、ダイヤモンドスライム、今の時代だ、昔はって言ってる時点でもう使えないんだろうけどね。うん、大事大事、虹もなめだ、大事だから、虹もなめだ、大事だから。うん、まだ100枚ないけど、さあ3枚目、最後のやつどう、1凸、いいのかい、そんなんいいのかい、いいのかな、怒られちゃうよ俺、大丈夫、やばくないこの絵面ね、えよくあの、ブルータクトから来たよね。うん。はい、じゃあ、20連目。え、チケットで満足しちゃうことなんて俺、今まで、ソシャゲ人生の中で、一回もなかったけど。うん、ドラクエ、ウォークもそうだけどさ。チケットで当たることもなかったんだけどな。おかしいな。あ、これはダメか。あ、通常運転ね。はい、通常運転ありがとうございます。はい。ただ、覚醒ランクアップしてるから全然嬉しいな。ここでやめたいところなんですが、ね。ここでやめたいところなんですが、マーニャちゃんはぶっちゃけもういらないのかなーと思ってる。さっきの理由でね。うん。だから、まあ、ちょっとこのね、いやー、スーパーキラマシもいらないなー。
いらぬ存ぜぬだな、ここら辺も。あれ、俺持ってなかったっけ、スーパーキラーマシンって。なんか持ってたような気がするんだよな。ちょっと待ってね。確か S だよね。あ、持ってないかも。持ってないかも。キラーマシン系多すぎて勘違いしたわ。あ、スパキラ持ってない。スーパーキラーマシンは。持ってないということは、当てたいということだよね。ただね、優勝か、これ。多分優勝じゃないんだよね。優勝、あ、持ってんじゃん、10連。え ?S 確定じゃん。いいじゃん、これ。優勝ジェム使います、そしたら。ごめんね、使っちゃって。才能開花、あ、才能開花したんだ。スーパーキラーマシンが。あ、それ今気づいたわ。最近ちょっとストグラが忙しすぎてね。はい、行きます。おー、S 確定ですから。はい、1枚。金が2枚あるから、ワンチャン上がるよ。ダメか。おー、いいね。シールデビ、嫌いじゃないよ。あー、出た。才能開花してもな。どうなんだろう、魔王系とか英雄系じゃないと、ぶっちゃけあんま強いイメージないんだけど、どうなの。さあ、次かな。ここだ。スーパーキラーマシン来て。スパキラ。え？来た。ちょっと待って。やばすぎる、俺の引き。おい、待てよ。いいのかよ。いいのかい。嬉しいぞい。さすがに。え？まあ、じゃあちょっと最後にマーニャちゃんの確定ガチャ引こうか。なんかもう嬉しすぎてわけわかんないよ、もう。こんな出るんだ。え、タクトすごくね？タクトの時代来てね、これ。さあ、これ優勝じゃないんでね。優勝じゃないんで、これの S 確定。S 確定これ何が出るの、これ。あー、いろいろ出るのね。はい。キラーマジンガ、ハロウィンメルトは。あ、結構出るね、いろいろ。結構出るけども、欲しいキャラクターが、キラーマシン3ぐらいしかいないな。もうジャミラスも貫通したしな。まあちょっと S 確定まで引きますか。いや。まあちょっとこれも欲しかったし。最近指揮者の神殿実はこっそり頑張ってて。10連目。ああ、金いいじゃん。ベスキンいいよ、ベスキン。ベスキン TV。ベスキン、パ。ちょっと待て。ベスキンで銀世界初めてかもしんない。絶望なんだけど。おい。どっから二人か金になるんじゃない？あ、これ二人！あーいっす。道具。道具なのよ。バルボロスさんも。あ、終わったな、これ。はい。バルボロスでした。でも当たったね。嬉しい。S 確定じゃないのに S 当たった。じゃ、これで S 確定ですから、皆さんね。はい。ここで、マーニャちゃんを二突しちゃおっかな。いいよね、別に。二突意味ないけど。三突じゃないとステータスアップぐらいでしょ、多分。かい！マーニャちゃん！二枚来い、二枚！いやー、そうだね。そりゃそうじゃ。そっか。上がらないか。悪魔神官使わないなぁ。ああ、いや。まあでもさ、よくよく考えたらあれだな。A ランクのみとか、B ランク、C ランク、D ランクのみとか。なんかそういうとこあるから、チームメーター取るためにね。鍛えておきたいよね。ランクが低いやつも。チームメーター集めしたいのよ。マジで。さあ、君は誰なんだい？ふっ！マジで二突じゃん。え、なにこれ？ちょっとやばくない？え？あと20連引けば、また、確定？これ。確定じゃん。いい？引いて。止まらない！止まらないんじゃ。やばいよ、2突。もう、次、もし当たっちゃったら3突だもんね。すごくない？引きすごくない？おっさんすごくない？はい、ここは指揮者の神殿のポーションがもらえますと。しかし、
銀世界ありがとうございます。まあ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 、次確定ですから、うん、犠牲はつきものさ。ほい、 S ランク1体確定。マーニャちゃんおいで、マーニャちゃん参ります。お、2枚、しかもこの金の量ワンチャンステップアップするわ。ステッパーするステッパー、やばい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 、この金の量はえぐいぞ。みんな嫉妬しちゃうよ。これは誰なんだい。もういいよガロは、ガロはもう道具なんですね、もういらないですガロ。上がんないよね、そうだよね、次も金よね、金だよね、上がんないよね。3連発できたからね、逆にな、熱くねえんだよな多分な。はい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 、さあ誰なんだい。お、そんなことある、お前そんなことないだろ。なんでガロばっか出んだよ、ガロ保留じゃねえかもそれ全部。ちょっと待って、これちょっと美しいけど、色的に金ばっかでさ金ばっかでじゃないんだよ、最悪だよこれ。はい、というわけで、まあまあ指揮者の神殿用キャラクターは、うん、監督する必要はないっていう大前提をね、ギコちゃんは知ってるんで、もし違ったらコメント欄で教えてください。はい、というわけで、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。またね。